ニブラは本項目では全車について述べる。アルミシャーシを使った工作で、時々、四角い穴を開ける必要がある。例えば、セブンセグメントディスプレイや、小型液晶キャラクターディスプレイモジュール等を取り付ける、場合などである。ニブラを用いると、ドリルやリーマ等で下穴を開け、そこに、ニブラの葉を入れて切り取っていくと、容易に、四角い穴を開けることができる。 ニブラを用いないで四角い穴を開けようとするとかなり手間がかかる。これにはドリルを用いることになる。まず、開けようとする四角い穴の輪郭を描き、線に沿って一定間隔でセンターポンチを打つ。細いドリルでセンターポンチで打ったくぼみに小さな穴を開けていく。ニッパーで穴同士を切断すると四角い穴が開く。この段階ではまだ四角い穴の輪郭は綺麗な。 直線ではなく、ギザギザな状態である。最後に、ヤスリで輪郭を綺麗な直線に整える。ハンドニブラハンドニブラは、手工具の一種で、金属板に穴を開ける道具。特に、四角い穴を開けるのに使われる。ありがとうございます。